ちょっとニュース速報で、猿之助さんが逮捕されましたと。歌舞伎俳優の市川猿之助こと、木野氏ってすごい名前なんですけど、高彦容疑者を母親の自殺幇助の疑いで逮捕。父親の市川段四郎さんの死亡についても関与を追及へということがニュースになってるんですよね。まあこの人何かしらの刑事的責任に追われるんじゃないのかなと思っていたんですけど、やはりそういう疑いが来たということで、自殺幇助罪っていうのを調べてみると、懲役禁錮6月以上7年以下っていうことで、7年以下なので、もう執行猶予なしでいきなり実刑を食らってしまうんじゃないのかと。で、さらに父親の自殺への関与も追及されるということで、これは相当厳しい結果になるのじゃないのかなと。まあこの猿之助さんというのはテレビにも出て、まああまりドラマとか見ないのでよくわからないですけど、僕でも知ってるぐらいすごい有名な方なんですけど、やはりこういうそのなんていうんですかね、すごく輝かしい光を浴びている人っていうのは、その裏にはなんていうのか、大きな影というのか、僕らにはわからないようなすごい闇があったのかなと思うんですけど、まあ何かしらの陰謀論であるとか、そういういろいろなことも囁かれているんですけど、まあ表面上出ているこのニュースを見るだけでも、なんていうのか、その辛い人生だった可能性もあるなと。まあこの人はそういう歌舞伎の家柄なので、まあ逃れられない運命だったのかなとも思うんですけど、まあ歌舞伎の世界も、まあジャニーズの世界と一緒で、なんか裏側はすごくドロドロしたものがあるという噂はいっぱい聞いていたんですけど、まあ本当は何があったのか、僕らが知ることができるのかどうかわからないんですけど、ちょっと速報で猿之助さんが逮捕、結局逮捕されてしまうと。このまま裁判になっても、まあ父親の自殺の関連も調べられるということなので、もう実刑は免れないのかなということで、まあ人生何が起こるかわからないっていうんですかね。一生懸命頑張って有名になって、まあ歌舞伎の人でもこの猿之助さんほど有名じゃない人もいっぱいおると思うんですけど、そういう人たちの中でこう階段を一生懸命上がっていったとしても、いつ何時こういう大変な目に遭うのかっていうんですかね。まあそれもこれも週刊誌で書かれていた噂というのか、そういう何かしらやましいことをしていたこの人が悪いっていうのもあるんですけど、そういう何かしら悪いことをしていた人っていうのがしっかりそういう報いを受けてしまうような時代になりつつあるのかならないのか、まあそういう裏側を暴露しようとしているガーシーさんは、そういう週刊誌とかそういうのじゃない素人が芸能界とかの裏側を暴露するんじゃないと、自分らのチームっていうんですかね、テレビとか週刊誌だけがそういうのしていいんだというふうなことなのかわからないですけど、そういうことで警察はガーシーさんを見せしめかわからないですけど、すごく重い罪を着せようとしているというのかなんですけど、しかしそれでもやはりこう真っ当に生きている人がしっかりとその報われるような社会の方が断然いいはずなので、この猿之助さんに関しては なんていうのか裏で何をしていたのかわからないんですけど、そのちょっと哀れな気分でもあるんですけど、変なことをしていたならそれは償わないといけないと思うんですよね。まあちょっと今日は時間がないので、猿之助さんが逮捕されましたというところのニュースを見たちょっとした感想でした。以上、芸術を動かす。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。